こんにちは。東進 TV 学生リポーターの矢部真奈です。今日は京都工芸繊維大学について紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。京都工芸繊維大学は工芸科学部のみの単科大学で、それぞれの専門分野での技術者を育成するため実学重視の教育が行われています。まず訪れたのは京都デザインラボ、通称 D ラボ。未来を形作るデザインについて研究しているこの施設、では覗いてみましょう。京都デザインラボは、様々な分野とコラボレーションするためのプラットフォームです。試作加工を行うものづくりのための設備というものが備えられています。京都っていうのは観光の視点だったり産業の視点だったり、いろんな視点がある場所だというふうに我々は思ってるんですね。そういった場所でこういう未来について描くっていうのは、逆にその東京だとどうしてもこう最先端最先端、その時のファッションだったりムーブメントっていうものに影響を受けやすいと思うんですけど、そういった場所にはない強みで物事を描けるんじゃないかなというふうに思っているので、その京都っていうのはすごく大事にしてまして、でそれがあって、京都デザインラボとはっきりと京都というものを施設の名前の頭につけている次第です。はい。まあ、ここの工房っていうのは、そこの工房の中にいるスタッフに聞けば、その技術の相談みたいなところも乗ってもらえますし、例えば 3D プリンターがあったりだとか、レーザーカッターがあったりだとか、それこそ最新鋭のロボットアームっていう機材があったりだとか、そういうものを駆使することでほぼあらゆるものを作ることができるんですね。そういった施設を生かしてこの学生ライフ楽しんでもらいたいと思います。サマースクールっていうのが毎年あって、それは全部繊維関係の分野の方が集まるんですけど、違うジャンルの人たちと出会える場かなとは思います。やっぱりその学生っていうのはこれからの未来の中心になっていく人たちなので、やっぱりその彼らの意見っていうのがすごく未来を描く上で大事なんじゃないかなというふうに、我々教育拠点である大学も描いてますし、そのコラボレーションする相手、企業ですとか、まあ、そういった方々も、そこのすごく大事にしてます。なのでそういう形でこう学生をこう新しい未来を描くプロジェクトをやるときに、そういった意見を尊重してこうプロジェクトを回していくというふうに、我々は行っています。はい。建築を志したのが、もともと高校生の頃サッカーしてて、テレビ中継とか見るじゃないですか。そしたら選手じゃなくて、すごい最初スタジアムに興味がいっちゃったんですよ。でそこからすごいスタジアムを作りたいなっていうのがあって、あ、じゃあ建築学科だと思って建築学科に入ったっていう経緯もあって、なので僕卒業設計ではスタジアムを設計をしたんですよ。で修士設計でもすごいスタジアムを絡めたことをしようかなっていうふうに思っていて、でやっぱゆくゆくはスタジアムであったりっていうものを作れるような建築家にはなりたいなというふうに思っていて、まあ、でそこでまあどう社会とまあコミットしていくかというか、まあ、いい影響を与えていくかっていうところは今も模索しているっていう段階ですかね。続いてはこちら。ここは国立大学で初めてある国際規格に適合した研究施設です。私たちにも身近な携帯電話にも関係する技術が研究されています。では行ってみましょう。こちらがですね、電波室になります。では中に入ってみましょう。こちらはですね、電波暗室といいまして、身の回りにですね、携帯電話をはじめとして電子機器にあふれておりますけれども、まだ研究開発段階にある電子機器から出るですね、電磁波、電波がどのような放射をしているのか、あるいは外からですね、そういう電子機器が電波を浴びた場合にどんなような影響があるのか、体制を調べる施設になっています。この大学では工学系の大学ですので、個人的興味で終わるのではなくて、社会貢献に結びつくようなことが期待されています。ですのでこういう施設を通して期待に応えるべく橋渡しができればなと、そのように思っています。続いてはデザイン力アップのポイントについて。京都工芸繊維大学ではこんな設備もあるそうです。まずはこちら。ここ図書館には詩人谷川俊太郎氏が40年来集めたラジオコレクションがあります。これらのラジオから学生は素材の変遷、デザインの移り変わりなどの歴史を感じ、
近代における科学と芸術の融合を学ぶことができます。さらにこちら、食堂は大学開学60周年記念事業で建て替えられたのですが、なんと当時の教員が設計した建物なんです。このように京都工芸繊維大学は日常的にデザインに触れる、五感で学びを吸収できる環境なのですね。次回の東進 TV もお楽しみに。